私なんでさんだ。アマチュアって本当ですか？まあセミプロっていうのかな、暇な趣味人の集まりで。すっごく上手なのに。君も音楽好きなの？あ、はい、父が好きでよく聴いてるので。実は最初あんまり音楽に興味なくて、毎日聴いてて飽きないのなんて散々言ってたんですけど、いいものはいい、楽しむことに飽きはないってそればっかりで。それはそれは、でもまあみんなそう言うと思うよ。まあ、家でずっと流れてるじゃないですか。そしたらなんかだんだんハマっていって、気がつけば楽しんでました。好きなように音を楽しめばいいんだよ。また聞きに来てもいいですか？もちろん。コンサートのチケットか、いけるかな。いや、行くぞ。命の行方を照らすため、光よ明日を導け。この番組は夢クリエーションバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。玄斗隊長、参謀長は何と？24時間以内にアースガランの修理を完了させろだとさ。ちゃんと報告って上がってますよね。前回の戦いでほぼ全身修理中なんです。怪獣は待ってくれるのかだとさ。そりゃそうですけど、整備班長に何て言おう。うちを行っても始まらない。俺も一緒に行って説明するから。おはようございます。昨日は寝た？寝ました。何時間？3時間ぐらい。一回仮眠室で寝てこい。いいんすか？また6時に起こしに行ってそれからやろう。何してるんですか、玄斗隊長。野菜ジュース苦手だったはずじゃ。あ、いや、まあたまにはな。疲れてるんじゃないですか？
いやそんなことないと思うけどな。勝手に呼んでるだけなんだけど、これからそう呼んでいいかな。いいよね。それでな、ブレーザー、さっきのあれは君がやったの？野菜ジュース好きなのかな。俺の言ってることわかるかな。そうだ、こうしよう。俺が一回手を叩いたら一回光らせてよ。二回叩いたら二回ね。いいかな。行くよ。とうとう来てしまいますね。もっともっと演奏したかったな。やるしかないんだよ俺たちは。寺脇、アンリー、エミはスカード MOP で現場に急行。隕石の分析を急げ。俺と安信がアースガロンで出撃。モッド2ユニットへの感想を急がせろ。ビルコ。始めよう。これが最後のコンサートだ。なんだこれは。こんな温度分布の生物がありえるのか。機械なのか。ロボットってことですか。あれでこの波形って。司令部より通達、目標以後ガラモンと呼称するそうです。ガラモン、なんか古臭い名前ですね。名前はどうあれ俺たちのやることは変わらん。
アスガロン出撃。ベリコ、現場で観測されていた音波があるんですが、波形の変化と同時にガラモンの行動パターンが変わったんです。その音波がガラモンをコントロールしているってことか。ラジコンみたいな怪獣なんかな。地球音波の発信源を探り出せ。ビルコ、そうか、これだ。どうしたアリ。発信源が分かったが、うまく説明できないっていうか、正直勘です。勘ですか。そんな確証のないことでは。行け、アンリー。大丈夫。アンリーの勘を信じる。絶対に無茶するなよ。ビルコ、レーザーだ。やっぱそうなりますよね。衝撃が拡散してる。どういう走行してるんだ。
昔の人間ではないからね。銀河のあちこちに同志をばらまき、呼び寄せ、奪い尽くし、去ってゆく。それが我々だ。この星で装置を起動させ、呼び寄せた。あとは奪うだけだった。しまった。音楽に我々はすっかり夢中になってしまった。ついには自らの手で奏でたくなってしまうほどに。時は来てしまった。
これで楽団は解散だ。みんな好きに生きてくれ。元気でな。この宇宙に音を出す生物はたくさんいる。でも君たちは音を、音楽を純粋に楽しむことができる。消えてしまわなくてよかったよ。ありがとう。した親子の怪獣。これに対し地球防衛隊は撃滅の作戦を展開する。その光景にゲントは、そしてブレーザーは何を思う。次回ウルトラマンブレーザー、親と子、命の選択が迫る。この番組は夢クリエーションバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。